はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、使用貸借における借主による収拠義務と収拠権及び原状回復義務まで解説いたします。上が収拠義務、真ん中が収拠権で、一番下が原状回復義務の話になってきます。まあ、内容的には正直それほど難しくない内容です。重要なところで言うと、例外規定ですかね。例外規定のところをしっかり頭に入れておくと、試験対策になると思います。で、まず、収拠義務のところですね。借主は、借用物を受け取った後に、これに付属させたものがある場合、使用貸借が終了したときは、付属させたものを収拠する義務を負う。このように規定しております。借用物っていうのは、借主が借りたものですね。例えば建物を無料で借りた、その後エアコンを設置した、エアコンなかったからエアコンを設置したというのであれば、使用貸借契約が終了したときは、その付属させたエアコン、これを収拠しなければなりません。収拠っていうのは取り除くってことですね。エアコンをつけたのであればそれを外してくださいね、持ち帰ってくださいね、そういった義務を負いますよっていう話です。で、例外があって、借用物から分離させることができないもの、または分離するのに過分の費用を要するもの、これについては借主は収拠義務負いません。例えば壁にペンキを塗りました。で、ペンキ塗っちゃったら、これ基本的にこれもう分離させることできませんよね。この場合、付属させたものっていうのはペンキです。ペンキを借用物に付属させた、この場合ペンキを借用物から分離させることってできないわけですね。で、この場合っていうのは借主は収拠義務を負いません。また分離するのに過分の費用を要するもの、これ例えばですね、トイレなしの建物を借りました。これ不便だと思って借主がトイレを新しく作っちゃった、新設したっていった場合ですね、これ分離するってなってくると、これ相当の費用かかるわけですよ。工事しなきゃいけないわけなので、こういった場合も借主は収拠義務を負いませんといった話です。で、これはあくまでも収拠しなければいけない義務を負うかどうかの話なんですね。損害賠償の話はしてませんので、それは別の内容となります。もちろん契約違反の場合は損害賠償請求を受ける可能性もあります。で、続いて収拠権ですね。収拠権、借主の収拠権です。借主は借用物を受け取った後に、これに付属させたものがある場合、付属させたものを収拠することができる、いわゆる借主の権利ですね。例えばエアコンをつけたというのであれば、自らの権利として収拠することができる、取り外すことができるよ。またペンキ塗った、これをペンキを剥がすことも自分できるよと。またトイレを新設した、これをトイレをもう一回取り除く工事を自分自身でする、これも OK ですよ。これらは借主の権利として認められますよっていう話です。これは当然ですよね。で、続いて原状回復義務ですね。借用物に損傷がある場合、使用貸借の契約が終了したときは、借主は原状回復義務を負いますよ。例えば借りたものを壊してしまったというのであれば、壊れた部分について直す義務がありますよ。つまりその部分の費用については借主が負担しなければいけませんよっていう話ですね。ただし例外があって、その損傷が借主の責めに帰することができないもの、つまり借主の責任じゃなくて物が壊れちゃったといった場合ですね。例えば建物を無料で借りていて、で大地震になった、で壁の一部がちょっとひび入っちゃった、損傷があるわけですよね。これは借主の落ち度によってひびが入ったわけじゃなくて、大地震が原因でひびが入っているわけです。つまりこれ借主の責任じゃないわけだから、これについては原状回復義務、借主は負わなくていいですよっていう話です。今回の内容、全て簡単な内容だと思います。それほど難しくない内容なので、2、3回この動画見ていただければ頭に入るんじゃないのかなと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない、どうやって勉強したらいいのかがわからない、試験日までの計画が立てられない、わからない部分について質問がしたい、
忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい、もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば、今お話した5つの課題すべて解決することができます。無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。